こんばんは、ミキです。YouTube を毎日毎日ね、アップしようとかいろいろ毎日思うんですよ。でも、毎日、全然、思うだけで全然できていません、私。ね、いろいろ、他のことは軽々っていうか、そんなに、障害なくできるんですけどね。YouTube を別に取り出せば、障害ないんですけど。でも取り出すまでがなんとなくね、こう台本書かなきゃとかね、いろいろ考えてしまうんですよね。なんで台本がいるんだろうとかね、ちゃんと喋らなきゃとかね、こう首尾一貫した言葉を喋らなきゃとか、こうやってね、手をこう、アクションをつけるとかね、いろんなね、YouTube のことを考えると、ああ、めんどくせえとか思って。でも別にフリートークでもいいんですよね。喋りたいだけ喋って。誰も別に気にしなくて、ね、ユーザー目線で喋ろうと思うとすごく緊張してしまうんですけど、私目線で喋ろうと思うと全然緊張しません。だから今日は10分間一応うまく喋れるかなっていう、ね、テストで喋ってみたいと思います。毎回テストですね。毎日毎日が実験なんですよ。新しいことに少しでもね、こう一歩昨日と違うことをやってみよう。昨日までこうやってたけど、今日はここだけ変えてみよう。パンの配合もそうです。ね。毎回違うパンを私は焼いています。同じのができないんですよ。嫌なんですよ、同じの。昨日と同じのを作るのが。だから今日はね、もう最近やっと、パン作りの話しましょうかね。パンをね、私はもう2003年ぐらい毎日じゃないけど毎回焼いてます。だから自分でパンを買うってことがほとんどありません。それは何でかって言うと美味しいからです。ね、他のパンは美味しいパンは高いし、安いパンはちょっと私はとても食べられない感じなんで、その安いパンと同じぐらいの値段で、私の最高の自分で作った、私も本当に自分で作ったご飯がすごい一番好きなんで、ね、便利ですよね。どこに食べに行かなくても自分でね、このシェフがこの身体内にいるっていう感じで、ね、だから全然食べるもんに関してはストレスはないんですよ。たまにはね、うなぎとか食べたいなとかも思うんですけど、思うだけで、いつか食べられるだろうと思って、うなぎも一回食べたらもう数年間は食べなくてもいいっていうかね、今ももう味を覚えてるますからね。美味しいけど、その昔ほどね、この新鮮な味わいっていうのはないですよね。何でもそうですけど。だからこう、本当に60年ぐらいいろんな美味しいものを食べさせていただいていたおかげでですね、今は別に自分で作ったのが一番美味しいなっていうことで、高級なね、お店の料理も食べさせていただきましたしね。何もストレスないんですよ。ね、あれが食べたいっていうのは本当にないんですね。いや、自分の中ではありますよ。自分の作る部分で。今日は冷蔵庫にあれとあれとあれ、あれがあるから、あれはあしてこうしてこうしてですよね。そういうのを毎回必ず、思ったりします。するんですけど、ね。この材料でこれを作ろうみたいなね。今はセロリと春菊が大量にありますので、セロリはもうサラダにして、ね、食べてたり、新玉ねぎも今日買ってきましたよ。大根もなんかね、買ってきました。そんなんで、産直行って買うんですけど、あと最近はお友達の、多気町の鳥羽の家っていうのがありまして、そこに富田川さんっていう方がいらっしゃって、その富田川さんがその田舎の大きな農家のお家を買ったんですよ。手に入れて、で、今すごくリノベーションしていて、私も3日間ほど先週はお手伝いにね、行かせていただいて、で、富田さんのお昼まで作っていただいてね、で、最後の日はね、最後の日は私ね、作らせていただいたんですけど、天ぷら作ったんですよ。美味しかった。天ぷらももう3年ぐらい作ってなかったんですけど、ね、どうやって作るんだっけと脳内再生して。意外と覚えてるもんですね。覚えてるっていうか、卵と、天ぷら粉と、水と、卵もいらないって書いてあったんですけどね。
そんなんです、そんなんですよ。それをこうやってこうやって練って、ジューって揚げるだけなんで。で、まあタレもね、もちろん作って。タレは、まあ、だし水と、みりんと醤油と、うん、お酒と、だけか。まあそういうの入れて作るんですけどね。ああ、美味しいんですよ。みんなすごく、皆さん5人ぐらい来てて、私もずっとキッチンで、キッチン地がそこで揚げてたんですけど、揚げながら食べてね、ね、ちょっと飲んで、送ってくれるエミックスに送ってってもらったんですけど、助手席です。最近はね、トバの家で手伝わさせていただいてる時も、富高さん送迎していただいてね、まあ、なんかもう ずっと助手席に乗ってるので、とても幸せですね。いろんな景色が見られてね。で、その桜のね、秘密の並木道っていうのがあって、YouTube 動画、YouTube じゃねえよ、アップしたんですけど、誰もいないんですよ。なのに桜がバーッとね、あれ20年ぐらいものの桜が咲いてるってことはね、かなり大きな木がね、たくさん生えてて、誰もいないってね、この桜並木。なんでここに誰もいないの？1台車がいましたけどね。桜並木を上げてたりします。というので6分経ちましたね。料理の話だ。そうその富高さんの近くのうちに北川さんっていう方がいらして、そこがこうハウス栽培でトマトを作ってるんですよ。またそのトマトはね、富高さんその20本分の権利は僕にある、まあ、お手伝いする代わりに、その20本の苗木はもう何本ぐらいあるのかな、結構あれね、何百本ぐらいある、200本か300本ぐらいあるのかな。わーっとね、ハウスの中にねトマトがいっぱいなってるんですよ。なんかこう不思議な感覚ですね。それも有機栽培でね、真っ赤な美味しいんですよ。そのトマトたくさんいただいてね、トマト高いじゃないですか。ね、自分では本当に、めったにでもないけど、あんまり買わない。まあね、4個200円とかね。それをこう1個、2回に分けて使うみたいなね。それサラダにね、彩りね、人参とかトマトと赤い色を混ぜると、すごくいい彩りになるんで。サラダと、お汁と、なんか炒め物、そしてご飯、まあ玄米が多いんですけど、このセットですね。これを毎回晩ご飯には必ず作ります。ね、もう4つの味わいが楽しめるじゃないですか。炒め物とね、サラダ、ね、サラダ。私もずっとキャベツが好きで、毎回キャベツは必ず入れてたんですけど、もうその北川さん家でもうその美味しい野菜いただくようになって、今セロリが、まあその時に時々たくさんある野菜をたくさん食べるみたいな、めっちゃ旬のものを食べさせていただいてるんでね、これいいなと思って、今セロリがたくさんいただいて、セロリと春菊、まあ春菊は生で食べるっていうのはちょっと厳しいですけどね。で、産直でね、産直のちょっと貧弱な玉ねぎもね、3個セットで70円とかね、こんな大根ね50円とかね、中になんかちょっと黒くなってたところで、まあそこだけ削って、ね、サンファーム小畑っていうところなんですけど、そこね、本当に、今でも本当にね、今のこの羽坂駅ですっごく野菜が少ないんですよ。産直行くとわかるんですけど。ね、スーパー行くと、まあ、いつでも同じような野菜があるじゃないですか。あれは全国からこう集めてるからあるわけであって、ね、産直行くとね、北川さん家でもやっぱりこれからどんどん野菜が少なくなっていく時期なんだそうですね。今だんだんとこう野菜がね、伸びているシーズンなので、夏になるとまた夏野菜がね、かぼちゃとかささげとかインゲンとかね、ちょっと熱帯性の野菜がどんどん育ってきます。まあ私のとこもそういうのもね、今年早とうりもいただいたんで、早とうりも美味しいんですよ。でそういうね、家庭菜園、そういうのはね、なんかね、パーマカルチャーっていうらしいんですよ。ね、私もなんかもうパーマカルチャーって言うと、これみたいなさ、そういう印象あって、なんか、ちょっとね、
あと、まあそういうの言葉はずっと知ってたんですけどね、なんかディープエコロジーとか言われるとね、ああすいませんっていうね、謝ってしまいそうなね、私はまあ地球にやましいとか思ってね生きてきたんですけど、でもまあそれでもね、でその今度つながりを取り戻すネットワークっていうのがあって、うん、それも13日かワークショップをやるんですよ。でまあどういうことをやるんですかっていうのをすごく聞かれて、なんてこれを説明すればいいんだろうって、私も自分の中でちゃんと言葉にできていなかったんですよね。でまあいろいろとね、で言葉にするっていうのは本当にね、ちょっと言葉にして相手に分かってもらうっていうのはね、本当にこれ結構ね高度な技術がいるなっていうことが最近つくづくね思っていて、今度またそのワンデーセミナーっていうのをやるんですけど、それに案内ページっていうのを作らなければいけないっていうことが、ランディングページっていうんですけどね、こう皆さんにこういうことやりますよって、どういう方にいいですかって、あなたこういうことで困ってませんかってね、ここに来ればこの問題は全部解決 しますよっていうことをね、こうちゃんとお伝えする、そういうねページを作るっていうね、今年ちょっと自分で作りながらすごいね、いろんな動画とかウェブサイト探したりね、 GPT に聞いたりね、いろんなことしながらね今作ってるんですけど、なかなかね言葉にするっていうのはこれなかなか至難の業だなぁと、私のようなものでも思いますっていうのは、私がすごいっていうことなんですよね。そうじゃなくて、まあ私のようなねものがそんなものを作るっていうのはね、おこがましいという言い方もいいかなっていうふうにね、こう言葉っていうのは本当にね、こうちゃんとした言葉をパシッとこのそのタイムリーに出せるっていうのは本当にこれね芸術だなって思いました。はい、私はだからこうダラ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 喋ってね、なんかこう取り留めのない話にするしかね、あとは下書きをね台本ピシッと書いてやっていくっていうのはね、どっちかなんでしょうねとか思いました。まあどっちでもやっぱりこうやって YouTube にアップすることが一番大事なんだなとね、これでもしゃべなんかそう思いながら何もしないっていうのはゼロじゃないですか。それでも思いながらこう動画を撮ろうっていうね、まあそういうのでもいいので、何でもいいんで高評価こっちのマークによろしくお願いします。そしてチャンネル登録も今304人になりました、ね、すごいじゃないですか、ね、300人の群衆を想像してみてください。その人たちがまあ一瞬たりと言えれば、この人なんかちょっと興味を持ってくれたっていうのはすごいことですよね。おかげさまでありがとうございますということでですね、じゃあこの辺で終わらせていただきます。次回こそはもっとね素敵なさらにパワーアップした動画をお届けしますので、高評価、いいねボタン、そしてチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。